玄君神社は山形県天道市にある神社。旧社格は剣社。江戸時代後期から明治時代初期に流行した藩荘を祀った神社の一つ。天道織田家は織田信長の次男、信夫の子孫で、信夫の四男、信義を外する。子孫は上野国小畑藩から出羽国高畑藩と渡った後、天道に陣屋を移した。 当初は、天道半地半地の織田信都市が、東京の指定内に、お他社と称して祀っていたが、明治2年11月8日に、神議館より、県お他社という信号が可視された。この県お他社を、明治3年9月13日に、天道市の城山山町へ分支したのが、県君神社の起源である。同年10月17日、県お他社は、大城館の通知により、 建勲者へと改称し、太平洋戦争終結までこの名称は使われた。明治17年に現在地に遷座した。これは、当初建てられた舞鶴山山頂の社への道のりが急で、転落事故が起きるなど不便があったためで、平坦な舞鶴山山腹が選ばれた。明治6年5月22日、旧社格において県社に列した。 所在地交通アクセス鉄道舎建訓神社を称する神社は当社を含め三社あり、同じく織田信長を祀る。ありがとうございます。